わすげえ。昨日で気づいたん？ちょツイートしてきて。福ちゃん復活って。なんで気づいたん？すご。通知いかんのに。なんで気づいたん？なんで気づくん？おはよう。チケットとかあるんや。衣装な珍しくね。顔色悪いな、やっぱなんか光の問題。ガチ衣装ですよ。あ、え、閉まってる？置いた、置いた。え、閉まってる？あ、閉まってるわ。閉まってた。ごめん、ね、アイロン一瞬借りた、うん、ごめんね。置いた、閉め出してた。衣装ねえ、置いた？聞いて、あのね、ショールームね、つけてね、うん、みんなにね、着替えなくていいのって言われてね、うん、あ、着替えなきゃって言ってなんかね、ファンの人がマネージャーもしてくれた。え？めっちゃ首だけで見えるこれ。着替え湯？うん、鍵、鍵、鍵開けとく。えい。まひちゃん、服忘れてたよ。服とか全部忘れてた。うん、まだ準備ができてない、時間が足りない。あと30分ぐらいあるよ。違う、まだメイクもできてない。できてないの？え、髪の毛もできてるでしょ。髪の毛も直した。直したの？直したい。直したい？気に入らないから直したい。え、やばいじゃん、ご飯食べてる場合じゃないじゃん。焦ってもしょうがないよね。焦ってもしょうがない。でも除幕式もう1時間ぐらい始まるらしいよ。歩くわ。どういうこと？ゆっくりする。ゆっくりする、急がば回れ。バイバイ。バイバイ。ねえねえ、なん、どの部屋？あおちゃん。待って。あおちゃん。え？まひちゃん何にも終わってない。やばい。頑張れ。頑張れ。
やばいな。だけんみんな33分ぐらいになったら教えて。衣装珍しいよね。こんな感じです。制服、今年の新制服。ここの色とここの色が2色ある。2色、人によって違う。2パターン。よいしょ。かっこよいでしょ。今日からなんかあれだっけ、チャレンジのとこでギフトみたいなもらってイベントが始まったんだっけ。あんまり把握できてませんが、ワッペン、そう、 ST48。ちゃん専用ですか。そうです。え、今何分ぐらいなんだろう。27分。え、待って、やっぱ34分にしよう。教えてもらうの早い。せっかく衣装だからもうちょいショールームしたかった。え、まひちゃん大丈夫か。こんなに時間ないと思ってなかったんじゃない彼女も。今からメイクもして髪型も変えて着替えるってやばい。朝ごはん食べてる場合やないやろあの人。もろ。マッハで準備はできません、マヒちゃんには。残念ですけど。ちょっとホテルの朝ごはん美味しかった。衣装見して、夏バージョンはこんな感じ。夏バージョンの方が私好きなんですよね。なんかこれが可愛い。でもワッペンがついてない。今日は冬バージョン。年に3回ぐらいこの衣装でこうやってショールームしてるっていう。この紐の扱いが曖昧ないちょっと分かってないけど。
番です。めっちゃ雨。昨日ねホテルのプール行こうとしたらね閉まっとった。30分、じゃああと3分ぐらいで終わります。温水プールです。温泉は入ったよ。超楽しかった。なんかプールは土日しか空いてないみたいな。あの室内プールどこのホテルか分かるやん。いや今日はどこのホテルか分かるよ。別にホテルでの仕事みたいなもんやし、今日は別に誰も隠してない気がする。ファンの人もメンバーも公認って感じ。露天風呂入った。よいしょ。みんなで入った。寒いな。あ、うずうずする。バタバタする。こうなる。貧乏野菜のテンポ蹴る。貧乏野菜っていうか足をパタパタしてただけなんだけどな。じっとできないんですよね。やっぱ33分に終わろう。お時間 OK。スケオ北海道、マコバヤ、ナリバ、チワワ、あ、よかった、チワワ、ココ、タクルス、M&P、ヤスノリン、ウオザノテッチャン、テンテン、ひなだ、ひな、ひなだみかん、ロジック、クルト、ジャンケン、ナルミ、サヌキうどん大学卒、ミヤティ、ワイケー、リランチュ、シーバーマサヒロ、ユナニータ、アオニヨシ、クチャンス、ホアン、ヤンシゲーキ、ありがとう。というわけで、私が福田ワーって言ったら瀬戸内って言ってください。アオニヨシと福田ワースト内、サンドのメッシャーはどんな決まり、香川県出身のクチャンこと福田赤井でした。今からじゃあ、イベント行ってきます。また夕方か夜ぐらいに配信します。バイバーイ。